こんばんは。美味しそうな音？え？洗い物して。洗い物だって。あの生活音が落ち着くっていう人もおるらしいけ、あかりんさんみたいに。昨日はごちゃでした。ちょうどその話をされてました。ラジオ聞いてくださってありがとうございました。嘘ついてごめんなさい。昨日はね、あんなにがっつり出演するとは。昨日は1年前レギュラーでやってた集まれごちゃまで、え？ごちゃまぜ、ごちゃをき、あのごちゃに行ってきました。ラジオに出演してきました。全部出演させてもらったんですよ。リコーダーも吹いたんですよ。須田さんに会うの久しぶり。長袖着てたな。ジェラート食べたんだけど、もう写真集の9月と10月の、あ、11月の間ぐらいで撮って、あ、11月以降だったな。卒婚、由美子の卒婚以来でやって、鼻でリコーダーしたよ昨日。あかりんさんに11月以来に会った時も明けましておめでとうなんじゃけど、ラジオに行ってきました。こんばんは。そう、去年さ、1時半から4時半まで、え、1時半2時半2時半3時間なんかあれ、ラジオ生放送で毎週あの時間やっとったじゃんか。出とったんですよ。みんなうちに大人っぽくなった、髪伸びたしね。そう、出たんですよ。だったら、ああもうこんな感じだったなと思って忘れかけてた。こんにちは。大変だった。おじさんたちは何年も大変すごいなと思って。ヤンガの子はまあマッシーは3年ね。3年目残れば、子もおれば1年ずつぐらいじゃないですか。マリノさんは1期からやってるってことは15年。サラピ様もそろそろね、1年なのか。こちゃからのお話し会もありがとうございました。そんな時間起きてられない。なんかさね、洗い物の音のさ、洗いの感じが違うって。それ洗い物の音なんだ。もうちょっとで終わる、ごめんね。いや全然、生活音いいよねみんな。え、そんな入っとんかな、遠いのにこんなに距離が。そう、でも一日眠気が続いとるよ。そんなこともないかな。こんばんは。昨日はほんまにラジオ楽しかったです。写真集も持っていきました。ここはすごい寝起きてて、こちらも眠い。ここにもいろいろ他方がいいよ社長って来てる。どういうことやろ。
カーにもいろいろやらせた方がいいよ社長って書いてるコメントに、ね、でも自分でやった方が早いんだよって思って、そう思って言ってないよ私。そう言われると思って、やけん自分がこうやってやるより、あの先にやってもらった方が早いし、もうギャーギャー言わんやん、取っかかりまでが遅いんいつもやっといて、わかった、やる、まだわかったっていう感じじゃん、それがめんどくさいっていうことを思って言わんのよ自分から。でもさ、ペットボトル置きっぱなしでどうのこうのっつってショールームで私が言うとさ、次の日からちゃんと取るやん次の日からちゃんと自分で捨てとんの。いや、捨て方は知らんかったんよ、ルールを。あるやん。あるある、私のマイルール。そう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 。を一個ずつ習得していくっていうつもり。やけん、きっかけがあればするよね。してるよね。そうよ。ペットボトルなんて洗って捨てるよね。剥がして洗って捨てるんやけど、潰してそれを最近習得しました。お風呂も、いやまあ、いやさ、いや最近事件起きたよね。お風呂に自分で溜めるようになったっけ。そうそうそう。あの、なんかここ自動で溜まるんよね。お風呂がピッて押したら、チョコココって感じで。で、洗って、洗って、栓を閉じて、ピッて押すだけで、すごい、何あれするんですよ。勝手にお湯が溜まるんやけど、私がね、自分で貯めることを始めたんよ。あーやる、自分でやるって言ってね、もう率先としてね、積極的に私やってますみたいな顔してるのやめて。でこの前でお茶するんよ、ビビビビビってお風呂が炊けましたって、ほんで行くやんお風呂に、そしたらちょっとしか水がなかったよね。で、あのもう私服も脱ぎ始めてお風呂入ろうと思ったら水がなくて、キャーってお風呂の中でね、叫んだね、ギャーって言う。そう。またなんか騒いどるわと思って、ほっといた。ひどいんよ、これが。私はさ、原因不明の水が溜まらない現象に、すごい動揺しとったのに、もう怖かったもん。なのに、それを言ったよ。って感じで。そしたらもう、キャーって言っても、何にも応答なし。どうしたって来てくれることを期待したんやろ？うん。どうしたん？どうしたん？どうしたん？ってうち来るやん。キャーって言ったら。無反応。そじき自分でガラガラって開けて。お湯が溜まっとらんっつって。でもね、聞いたところによると、それは、私初めて、栓をすることを忘れとったよ。忘れたでか、カチャってすることを忘れとったよ。だけど、経験者らしいんよ、早川さん。やけん。なんかさ、あの、お風呂の栓あるじゃん。うん、あれが上に上がって、うちは下がるたり、ポコポコ上がったりする。うん。それが、嫌で、掃除するとき一回一回全部外して、うん、その蓋の裏も掃除してんのよ、うんうん、でそれでパカッてまた自分ではめてんの、うん、でそのはめが甘いとそうなる。そう、はめが甘いとちょっとしかね入らんお湯が。だから一回経験したから私は常に確認をするちゃんとはまったから。すいません、一回経験したときはまだ自分でお湯をためてなかったんですよ。早川さんがお湯を溜めてくれとったよ。で私もうほんまにちょっとよ、なんか足のくるぶしぐらいしか溜まらんのになんかこれで正解だと思って、もう
早川さんがミスった時よ、それは。何年か前。一年前ぐらい。もう、我慢して、そのまま入ったよね。くるぶしは持ってる。持ってない！ガチ！いや、くるぶしの、下ぐらいはあったはず。くるぶしぐらい。足長い人のくるぶし。足長い。どんだけ長いの？ね、もうぐらいしか、溜まってなくて。で、こんなちょっとで、ね、どうやって入ったんって言ったら、寝そべって。一生懸命入ったっつって。足せばいいじゃん、お湯っつって。足し方が分からなかった、その時は。ボタンの操作の仕方が分からんけん。そう。そうなんですよ。おもろかった。そう、蓋の、あれが甘いと、学んだよね。だから毎回ちゃんと蓋したって言うんかっつって。そう。蓋したって。絶対聞くじゃん。うん。謎でした。ちゃんと蓋してやったって。そう。だから毎回聞いとったんやねって。そう。はっきりしました。こんばんは。シャワー、湯船に使うのが好きなんよ。あ、タワーありがとうございます。ひな祭りタワー。今日ひな祭りか。うん。何する日？3月3日。チラシ寿司食べた。食べてない。食べました皆さん。チラシ寿司とか。こんばんは。タワー。お、チラシ寿司食べただって。食べてない。こんばんは。スーパーに並んでるの見た。ちらし寿司か。もう小さい頃からあんまりちらし、お酢飯がね、あんまり好きじゃなかったんですよ。酢飯食べたらちょっとしかご飯食べれんかったっけ。だから昨日桜餅いっぱい売ってたんだね。そうじゃん。桜餅も食べる日か。関西風と関東風があるんよね。そうそうそう、私は関西風だからさ、関東風、東京で見たときびっくりした。そうかな。それが桜餅と巻いてあるやつ。そう、ブツブツしてるのが関西風。私も桜餅、給食とかでも出てきました。あ、タワー、コーラさん、タワーありがとうございます。桜餅はおまけ？道明寺？道明寺粉っていうのを使ったのが関西で、薄いホットケーキみたいなのにあんこが巻いてあるのが関東。花より団子ってそこから来たん？違う。え？あ、違う。え？偶然？花より団子って道明寺じゃん。作者の意図は知らんけど。すごくない？道明寺。いろいろ、つじつまが。関東と関西で違うらしい。知ってました？私初めて知った。初めて見たっていうか、昨日。あれが桜餅って言うんか。桜餅。私、家庭科部だったんよ。小学校の頃。小学4年生から、部活が始まるんやけど、クラブが始まるんやけど、小4の時に初めて作ったのが桜餅。広島は、え？あの、まかんやつ、普通の。道明寺粉。桜餅のさ、葉っぱも食べる人？食べん。子供の頃食べてなかった。食べるあれ。葉っぱが好き。ああ、そうよね。葉っぱとかシソとか好きじゃん。家庭科部じゃったよ。家庭科部の次は5年生はサイエンス部、理科の実験みたいな。で6年生はもう一回家庭科部になった。食べれる気。葉っぱは何の葉っぱ？ヨモギ？桜。お、あ、ちょっと癖あるよね。
サイエンス部、理科。理科クラブ。運動系、運動はね、普通にやっとったけ、もう。なんか、運動して、後に運動してるけ。ドッジとか習っとったけ、ガチの。何をサイエンス？サイエンス部では何やったかな。でっこ飴作った。あ、ここでも食べた。そう、理科部でも結構楽しい実験ばっかり。では覚えてない、あんまり。柏餅の葉っぱは食べないでね。え、なんで？何があるん？それサイエンス。え、そうよ。ああ、サイエンス。どっち習っとったよ。桜の葉の塩漬けで巻いてるから桜餅よ。あ、そうなん。主役食べてなかった、私今まで。あれも一緒に食べろ、ほんまに。今日はお話会ありがとう、ありがとうございました。オンラインお疲れさ、お疲れ様でした。ありがとう、来てくださった方ありがとうございます。今日は髪が長くなったねみたいな話が多かった。長く見えたんかな。すごい静電気が。話したいことが飛んじゃった。何回でもお話しに来てください。そう、なんかさ、私のさせいもあるんかもしれんけどさ、よくさ、コカワと話すとマジで時間が足らんってなるんよ。私のせいですか？なんか話が脱線する気やから。言いたいことが、言えない。髪ツヤツヤ？話したいことと話すことが。うん、今日は朝から10時からか、話し会でした。こんばんは。言われて気づいた？そう、髪伸びたよマジで。え、どうする？切る？あ、親友とる。いや、ちょっとみんなに言ってみた。予約したのに。予約してます、この人。この人か、髪切る美容師さんに LINE してました。よろしくお願いしますってね。予約も今はなんか、え、みんな切るなって言っとるよ、みんな。ほら、アンケートみたいなの。え、あるよ、投票する。じゃあ1が切る、2が切らないでほしいね。切ってほしい、切らないでほしい。じゃあ1だったら切ってほしい。いくよ、用意スタート。切らないでほしいが2ね。そうなんかな、長い。今でも微妙なんよね、これがね。あ、いい勝負じゃん。わからんけど、まあもう予約しちゃったんですけど。まあ長さはね、言ったはできるもんね。この、重さを調節すると、うん。ちょっと軽くしてもらえばいいんだよ。うん。この無法。ちびまる子みたいな感じ。うん、そうよね。自然じゃもん。
自然じゃもん、自然の橋じゃもん。もうどうかな。今後ろがすごいほらから伸びるんですよ。見えてない。変な方向に。自然の橋。ナチュラル。いつから切ってないか。写真集とか。そうじゃ。そうじゃ。え？にしては短遅くない？ちょいちょい毛先揃えたりはしてるじゃん。あ、そっか。それがすごいね。ないっぱい切られるんよ。じゃけ、ちょっと毛先を前髪のついでにちょっと毛先を揃えてもらっていいですかって言ったら。もう結構行かれるよ。知ってるよ。同じじゃもんね。同じだよ。同じ。私も結構行かれるよ。もう早川さんに関してはマジでおもろくてかわいそうでおもろくて。いやちょっと。あでごめんごめん。なんか前髪をね。あ投票終わった。終わった。あ終了。うわお。切らないでほしい。が多い。切らないでほしいが多い。そうなん。そうなん。57%。7% ってか、7% の差。まあどっちでも好きだよってことだね。何？都合がいいように。どっちも好きってことじゃね。そうじゃろ。そうじゃろ。そういうことじゃろ。そう、早川さんが不憫な話はなんか前髪を切ってくださいって言って。次は早川さんって何？早川さん投票？じゃでもね、実は私もすっごい悩んでんの今。そうなん、切るか切らんか。切るか切らんか。今これぐらいじゃもんね。今そうちょうど。もうちょい下。もうちょい下。胸ぐらい。がこれぐらいに切るか。もうちょい。うん？え？昔の写真見てたらさ、その辺じゃん私昔。じゃあ、絶対投票の言う通りにする。え、投票すんの私のやつわざわざ。うん、30秒だけ。絶対従ってる。でも、切った方がいいと思うよ。そうかね。うん、めっちゃ悩んでる今。私も悩んでる。うん、切っていつも後悔してんの。じゃあ切らんほうがいい。じゃあ切らんほうがいい。前髪みたいになるけもうねマジやばくて前髪がなんか前髪って切った1週間後ぐらいにちょうど自分に馴染んできて自分に似合う前髪になるじゃないですか。私もそうなんよ。前髪切った瞬間だったらさみんなおなんか前髪切ったねみたいになるじゃん。みんな言うじゃん私に。それで慣れるまでなんか前髪の扱いをね、まあ、1週間ぐらいなんやけど早川さんがね、前髪切ってもらいにいたよ。そしたらね、あ、でもいいじゃんね。そしたらね、前髪が、もう、ここぐらいにしてほしかったっぽいんよ。これぐらいの長さを。もうちょい長くか。目の下ぐらい。これぐらいだったのを、目の下ぐらいに切ってもらいたかったらしいよ。そしたらさ、出来上がったらさ、もう眉毛と同じぐらいの長さになってさ。で、その扱いがもう下手くそすぎてなんて言ったらいい。あれもうナポレオンフィッシュフィッシュってナポレオンフィッシュ。どういうことフィッシュって。こういうことだってコブダイコブダイ失礼毎日コブダイなんかおかしかったねあれ。うん、でもそれがなんと2ヶ月後ぐらいにめっちゃちょうどよくなって似合ってた。すごい。2ヶ月後でしょ。うん、もう斜めでいい感じに。もう二度といかんもう美容院帰る。おこです。おこおこで言いながらまたあそこで切ってもらうつもりでいる。うん、だってそうなのよ。跳ねたりせんよもんね。ありがたいこと。一番私の中で人生で一番短かった前髪こんぐらい。こんぐらい。
小学3年生くらい、4年、1年生くらい、なんかね、美容院に行ってなくて、ねねとかちーが髪の毛切ってくれてたんですよ。え、何？あれか、初めての生写真の髪。いや違う、それは違う、それは母さん。すごいギザギザの。それは母さん。あ、それ30円で落札されてレベルのやつね。そう、あのこれぐらい切って切られたよ。なんでかって言ったら、なんかいつもお風呂入る前に切ってもらうんやけど、あのこうねねだったかな、ねねかちーかどっちが先行だったか分からん、なんかどっちかが前髪を私の途中までやって放棄して、なんか違うことに行ってしまって、途中からバトンタッチしてちーだった気がするよね。ちーめっちゃ下手なんよ切るのが、前髪やけん、あ、全然揃ってない、全然揃ってないとか言いながらね、気が済むまで前髪切ったら前髪なくなった切る前髪なくなったおもちゃ、もうほんまに嫌で、もうほんまに嫌だったよ、もうそれが、もうその前髪がすっごいだったけ、毎日ちょんまげして小学校行っとった。え、やばかったよマジで。でも今でも絶対覚えてる。うん、学校立て直せんとこまで切られたことがあります。まあもう大丈夫。大人になったけんね。何だった？話すことを話して終わる。話したいこと言ってたよね。なかった。なかった。あ、ごちゃ。嘘ついてごめんなさいってね。嘘ついてるのは早川さんなんで。ケチやん。なんで？ココアじゃん。え？どこが？私何も言ってないじゃん。じゃ何にも触れてないよ。いや、こういうのは小声で言った。そうじゃろ？千葉基調やった。早川さんがもう、私はもう寝るけ。って言って、私がみんなに寝るって言いなさいって横から千葉基調やった。じゃけ、あの、まあ、サプライズスペシャルゲストだったっけね。あ、スペシャルまだついてないけど。自分で自分、勝手にスペシャルゲストるやん。違う、本当に、本当に、違う、書いてなかった、なんて。なんか、スペシャルって。サプライズだからって。ああ。あの、プロデューサーさんにも、うん、サプライズだからねって言われてた。うん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 。いや、わかりましたって言って、でもさ、行った瞬間さ、うん、あかりんとかみんな知っとったよ。知っとった、台本に書いてあったよ。あ、なんかこっちがサプライズで、ここはめっちゃコソコソしてんのにさそうそう、あかりんさんが来て、あーやーって来て、やばいバレた、そう、バレいるのバレちゃった、そう、え、知ってるよみんな、うん、知ってる。で、こっちもえって感じやん、台本に書いてあったしっかり、ゲスト、カイココアって。ゲスト、カイココア登場、うん。カイココア登場って書いてあって。うん。私だけ知らんかった。みんなが知っとること。みんな、すごい、お水買いに行くのもすごいコソコソさ。そう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 。壁自体にさ。そう、私がね、こうやって。静かに、静かに、静かに言っとったのにみんな知っとったらしい。恥ずかしい。逆サプライズされた、そう。ドッキリ。あかりさんにもね、あかりさんと目が合った瞬間に、私はサプライズゲストやけ、あの、やばいと思って、ごめん、あかりさん今のは見んかったことにしてほしいって言って、言ったらね、え、どういうこと、なんで、知っとるよ、来ること知っとるよ、みんな知っとるよって。で、こっちも、そうだんつって、ね、いい感じにダサいって。ほんまにそうなんよ、そうよ、びっくりされたよ、浩二さんに今度騙してやらんといけん仕返し仕返しなんかリコーダーを渡されたんですよ。で、あのリコーダー1週間練習してくださいって言われて、で、あの
リコーダーが、コウズさんからこれで練習してきてってリコーダーを渡されたんやけど、それもコウズさんに言ったもん、渡された時に。コウズさんこれ、使い回しじゃろこれ使い回しじゃろ、コウズさん吹いたやろこれ。吹かねえわ、ってね。でけん、それの嫌がらせかも。それ、それ仕返しされ、それ仕返しされたのかもしれません。私がそんな失礼な態度をコウズプロデューサーに取ったから、仕返しされたのかもしれん。だって、もう言ったもん。コウズさんのこと信用できんけ、家に帰るまで除菌シートで拭くまで拭かって。失礼なやつだな、俺はそんなことしないよ、つって。って言う方がしそうじゃん、だって。って言ったらさ、ここは。ひどいなってきた。だって、調味料舐めてた。前ご飯一緒に食べてたコウズさんとね。そう。で、その時薬味入れみたいなのがあって、その薬味がこれなんだろうって蓋開けてコウズさんが匂った。それもね。蓋開けてこれなんだろうって覗き込んだ。柚子胡椒みたいなやつ。もみじおろしみたいな。匂ったっていうか覗き込んだ。そしたら、今舐めた舐めたって言って大きい声でさ、コウズさん今舐めたやろそれって言って。お店中にさ、響き渡る声でコウズさん、舐めてねえし、なんか見ただけだし、いや舐めようとしたってコウズさん大爆笑。いや私たち前こっちも大爆笑だって。もうすごい、もうさ、ひどい。周りからさ、どんな目で見られるかさ、ほんまにどう見ても親子なんか3人、うん、いやなんかね、なんて言ったらいいんやろ、すごい見方が、こんな、これぐらいだったやん。こういう感じで、ね。それを何回もやって、何回かやったやん。3回ぐらい。こうやって。やけん。え、何してるんだ何してるんですかって思ったよ、こっちは。うん。注意しようと思ったら。しかもその店。あ、結構で。その店結構サラリーマンの方、赤坂だったからさ。多かった、多かった、ね、そう。サラリーマンの方がいっぱいいる中さ、どう見ても親子3人でさ。うん、そう。騒いで。大変でした。いや、面白すぎて。だってね、なんか、当分、口の中物入らんかったもん、おもろすぎて。止まった、ほんまに。かわいそうです、コウズさん。本当にかわいそう。多分。もう一緒にいてくれんかも、ご飯もう、まあ、まあ、ちゃんと、ごちゃでも、写真集の宣伝させてくださったので、大丈夫です。また出たい。ごちゃ楽しかった。今度吉野家行こう、言ってたじゃん。いや、勝手に行ってんじゃない、それ。吉野家いいよ、みたいな。吉野家いいよって言って、え、いいなって言ったら、じゃ、吉野家なんか一緒に行こうよって言ってた。吉野家私も一緒に行きたいと思う、全然いいよって言ってた。言ってた？聞いてなかった。なんだった、牛すき、あ、牛すきな鍋じゃない、あ、牛すき焼き鍋、牛すき焼き定食、今あれにハマってるっつったね。そう、吉野家朝行ったらクーポン券もらえる。え、なんかでも、コウズさん、あ、待って、コウズさんの食事情勝手に言い暮らしちゃいけないから。食事情、コウズさんは昼夜逆転してるからさ。え、毎日牛丼って言ってたよね。うん、だって、仕事が夜中じゃん、ラジオ。そっか。そうじゃね。コウちゃん面白かったよ。ありがとう。ごちゃ、ともえちゃんも聞いてくれてたんですよ。ともえちゃん。なんか、ごちゃやったらね、一日早く進んだ気になるんだけど、なんか、ともえちゃんと会った夜にごちゃだったよね。でも、ともえちゃんと会ったのいつだったっけ、一昨日かな、って昨日かなって。だって。昨日よ、ね。昨日あったよね。ともえちゃんはフチコーズからのココアだったもんね。そうや、TGC。そう TGC からのここ、私はともえちゃんからのこちゃ、
楽しかった。よかった、おじさんたちに忘れられてなくて。焦りました、忘れられてる。1年も経ったら忘れる人もおりそうじゃんね。1年経ったら、うん、マシモにも久しぶりに会えたもん。そう、マシモちゃん NCT マッチ、あの全国ツアーで新潟行った時会えた以来だっけ。半年に1回ぐらいしか会えてない、みんなね。ありがたいです、ありがたい。こんばんは。忘れないかな。でもあのごちゃのあの雰囲気はほんまに変わってなくて、楽しくてわちゃわちゃで楽しかったです。懐かしかった。いやあれ1年ともえちゃんとかはりまちゃんとかももちゃんとか今も一緒に仲良くしてくれてる子たちと一緒にやったと思ったらもうほんまにありがたいよね。なかなか同年代の友達ってか STU とか40 アイドルじゃない友達ができんよね、うん、だってやっぱこの世界に言うとどうしてもね、学校もさ、高校はちゃんと行ってたけどさ、そっかそっかそっかそう、通信の子とかいるとなかなかさ、うん、学校の友達もできないしさ、うん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 、確かにそうじゃん。私はまたできてよかった。京介知っとる？MC のおじさん知らん？そうなの、知らんのんか。私高校生とかの時に、学生の時に流行った京介って知っとる？みんな、え、知らんのかな、ファンの皆さん。もう超ドセ、もうド世代、ドセドストレート世代、京式じゃなくて京介、京介になりましたって、アベマの番組なんやけど、もうその時に一視聴者として、危ない、噛むとこだった、ベロ、いやいや噛んどるんやっていや違う、言葉は噛んだけどベロを噛むとこだった、あの今日好きの、いや今日好き焼き食べたじゃなくて今日好きになりましたです。今日好きのあの石川カレンちゃんがいて、もう視聴者として私見とったんよ、高校生ぐらいの時に。目の前にいて、えっ？って思って、やば、すごっ。あ、そう、恋愛番組、いや一ファンっていうか、もう番組楽しませてもらっとったもん。こんばんは。寝るとみたいなやつ、寝ると、寝るとみたいな番組とかじゃ、何それ、何でもない、わかる。あの見とる人はみんなわかる。ネルトンってわかります？え、ネルトン知らん。うわ、ネルトンわかるってみんなでしょ。そうよ、私わかる。昔の恋愛、そうなん、タカ、うん、さん、トンネルズ、うん、トンネルズさん、そうなん、私わからんわ。それ男と女がくっつく、うん、やっぱあるんやね、昔から。大どんでん返しってどういうこと？そういうのがある、寝るとなんかあった、なんかあんまりしっかり覚えてないけど、告白するんよ、お願いします。え、でダメだったらダメだし、付き合ったら付き合う、すごい。令和の相乗り、相乗りね、島に行くって言ったっけ、あれ違う、面白。それの
平成バージョンの、あ、令和バージョン、今年石川カレンちゃんを追って仲良くなったもん。え、ちょっと待ってください。普通に本番中、本番始まったのに、え、ちょっと待ってください、石川カレンさんですよねとか言っちゃったもん。ごちゃで恥ずかしい恥ずかしい、ごめんなさい、恥ずかしい思いさせてごめんなさい。始まる前だったかな、始まった後だったかな、あ、始まる前じゃ。で、教室知らんくって、おじさんたちはみんな。で、ポンさんが、教室知ってますかって言ったら、知らんくって、え、有野さん知らないですか、みんな、もうみんな知らんかったもん。だって私と同じ世代やもん、みんな。寝るとんならわかるんじゃん。寝るとはわかると思う。かんない、寝ると。心の声が出ました。楽しかった。こんばんは。今日はお話し会ありがとうございました。そろそろ配信終わります。ごちゃんも聞いてくださってありがとうございました。お話し会では、なんかお話し会でさ、写真集を見せるときはさ、なんかここのページを見せますっていうのを検閲の人に見せんといけんの？もうなんだ、もうそれがほんまに面白くて、いつも面白いです。いや、もうみんなが面白い。そうなんよ。で、なんか検閲の人見るわけやね。で、ファンの方はずっとここ開いて待ってからできるのね。検閲の人っていうのはどこの人がやってんの？いや、わかんない。どこの人がやってるの？そこの会社の人？そのオンラインのシステムの多分、そうなんないんかな。いや、いや違うかも。派遣？派遣さん？え、何？あれなんていうの？はがしの人みたいな。バイト？うん、はがしの人みたいな。うん。だって友達したことあるって言っとったよ。中学校の友達。そうなんや。うん。中学校の友達が、まあその子も女の子なんじゃけど、なんか普通にファンの方が待ってるとこを見たらしい。バーってあってズームみたいに、それを監視するみたいで、友達がなんか最初はもうほんまにファンの方すごいもう退屈そうにする言わないでそういうの退屈そうに待ってるじゃけど、まあ、そういう人もおったり、でももうパッてもう画面がついた瞬間、みんなもうほんまに幸せそうな顔するらしいんよ。それ見てこっちもめっちゃ幸せな気持ちになるのって。へえ、もうなんか素敵みたいな、もう素敵なものを見てるみたいな気持ち。あとそれとか、なんかもうめっちゃ言うことをもう手に書いてた、なんかメモかなんかで練習してる人とかもあって、でそういう人はもう頑張れ頑張れっていう気持ちで見てるらしいんよ。でパッとついた瞬間に固まって、喋ってない喋ってないってなって、助けてあげたいのに助けれんやん。で失敗してブツって切れて、うん、なんかかわいそうに終わりと思うなんかでもそういうの聞いてる、もうほんまに、いやもうなんかほんまにありがとうって気持ちになった。私もなんかみんなありがとう、来てくれて。待ち時間も長くて退屈な人もおるじゃろうに、ありがとうございます。つらたん、そう、なんか練習して、何このライブの何々が、あの時のライブがどうのこうのみたいなのも言いたかったんやけど、パッと映ったらはっってなって終わってしまうらしい。ココアがもしファンの人の立場だったら何喋りたい？なんじゃろ、長い間かな、短い間、オンラインお話し会ぐらい。うーん、めっちゃ悩むやん何話したいかな。なんか残る話がくない、なんか、まあ、
相手の印象に残したい、うん、うん、あ、今日の入浴剤何ですかとか、気持ち悪い気持ち悪い、いや待って、今もお風呂のことが頭にあったっけ、今いけんのよ、今この後もお風呂入ろうっていう気持ち、ラベンダーですって言ったら、うん、むって笑ってて、気分も自分も、うん、終わって自分も夜ラベンダー言う待って、相手には残らんな、これ。ちょっと待ってよ。何があるかな？めっちゃ、たわいもない話でもいい。ディズニーランドかディズニーシーかどっち派かとかでもいい。ディズニー行くたびに思い出さんなんか。自分か、それは。でもそれはいいかもね。聞かれることないもん、相手にちょっと考えさせる、うん、どっちがいい、確かに、ああどっちかな、うん、理由もなんかあれじゃん、もう考えて、どっちかなって、ディズニーランド欲しいか、どっち派、私どっちも甘いか、何、私 C、 カープが好きとかじゃないよ、私ボンボヤージュで満足する人、ボンボヤージュ、あのお土産売り場、あのディズニーランドの前にあるやん、ある、お土産売り場、ある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 、あの入る前に、そう、私名古屋から行ってそこで買い物だけして帰ったことある、そうなん中入らずに、まあ、中人多くてね、うん、絶叫も乗れますよ、もう C かな、ランドかな、うーん、悩んできた、最近また内容が変わるらしいし、なんかそういう話したい、なんか富士急行かなきゃね、え、行きたい、ずっと行こう行こうって言ってるよね、2年ぐらい前から、富士急、え、怖って、ちょっと怖くなってきた、最近全然慣れてないもん、あれに絶叫系に、富士急行ったことある人いますか、怖いやつ乗るもんね、だってうちら、うん、もうめっちゃ怖いよ、なんかね、早川さんと乗ったらね、なんか怖くなるのがね、もうめっちゃなんか平気な感じで乗る直前まで行くんやけど、なんか上にまで行ったら早川さんがちょっとキャーとか叫ばんよ、ボソッと、あ、なんかちょっと高いかも、ちょっと怖いかもってか言って言って終わりやん、こっちはそのそれ恐怖がもう高まった上でギャーって感じになる、乗った瞬間かひょっとるやん、ここは、え、だって怖いもん、後悔する、どうするどうする、え、え、怖い怖い、どうするどうする、え、やめとく、どうするっつって、もう座ってからもずっと言ってるじゃん、そうなんよ、逃げれん状態でね、うん、で私は動き出して頂上行って降りるとき、うん、前見ちゃって、あ、ちょっと怖いかもな、そう言うんよ、ボソって言うんよ、それが嫌なんよ、ちょっと怖いかもなって言って、そのまま無言でブワーって下っていく、私は横でって感じよね、もう怖かった、もう思い出した、白龍かなんか乗ったんですよ、私が白毛名古屋、そうそう、名古屋の、名古屋で1ヶ月過ごしてた時に、あの稽古と稽古のお休みで、舞台のね、稽古と稽古のお休みで長島スパーランドに連れてもらったんですけど、もう怖すぎて、怖いですよ、あ、でも一番怖いやつはやってなかったのかな、やってなかった、あ、そっか、止まってた、怖くて、楽しかった、なんか気候もちょうどよくて、暑すぎず、あ、そうそう、秋で、あーって感じだったよ、もうマジで、もうマジで前が見れんけ、花屋敷、お化け屋敷ってこと？うん、浅草のさ、古い遊園地あるやん、いつもご飯食べ、焼肉食べた後歩いてさ、ある、裏にあるじゃん、花屋敷っていう、見てな、しゃ、そんなんが、花屋敷、浅草に遊園地があるんや、あるじゃん、前通ってるよ、何回も、あれ有名らしい、ココアじゃない人だったかな、そうじゃろ、いや
今度行こうやとか言ってたよ。ちょっと遅くさ、うん、花屋敷知らんもんから。古い遊園地、ギシギシ言いそうな、ちっちゃいジェットコースターだけどギシギシ言いそうな、そういう怖さ、そういう怖さ。かゆ、逆に怖いって。まあ富士急は行きたいね。富士急、ね、お化け屋敷平気だけど、え、無理無理。なんで平気なんですか。私は平気だから、お化け屋敷平気な人と一緒に行きたい。なんで富士急のお化け屋敷怖いから。でもお化け屋敷私苦手なんやけどね。あの終始叫びすぎて覚えてない。前見てないし、こういう感じでキャーお化けが怖かったから逆にね、何にもないとこで叫んでしまう。あれってなんかね、ひながね全然怖がらんはず。なんかお化け屋敷、ひなはお化けが全然怖くなくて、え、どうしよう、待って、ひなちゃんじゃなかったらね、いや絶対ひなないやけど、ファンの人の前には怖いって言ってたらどうしよう。あ、お化け怖い怖い、いちごが好きって言って、待って、ちょっと待って、どうしよう、待って。じゃあひなちゃんは本当にいちごが好きなんよ。え、そうよ、いちごとホルモンだっけ。いや、いちご、え、ホルモンはユミコじゃん。そうだっけ。ちょっと待って、ひな大丈夫かな、もう遅いけど、ここまで言ったら、まあ、ここまで言ったらね、いいわ、ここまで言ったらいいわ。ひなはねお化け屋敷は怖くないよ。じゃけお化け屋敷行ってもなんかお化けとかを絶対脅かされるのも分かってる、お化けじゃないっていうことも分かってるし、絶対脅かされるっていうことが分かってるけ、なんかわーうわーうおーとか言われてもあーってなっちゃうらしい。どういうことって感じやん。え、もうそれお化けやりがいないよね、お化け役。本当そう、私みたいにさ出てこんでも叫んどるよ多分。タイミング測りやすいかも、お化けからしたら声が近づいてくるけ叫び声が近づいてくるけ私みたいに。でも嫌よね、足触られたりするやろ。嫌です。ああいう子は本当のお化けまでらしいよって。でんよ、おるお化けって。おると思う。え、やめてよ、見たことないよ私。ある、ばあちゃんあるって。うちも、うん、私が中学生ぐらいの時になんとなく記憶はある。怖い、怖いよ。お墓のところで、私前に着物着たおばあさんが歩いてて、家族3人で、うち父親と母親と私と3人で歩いてた時に、前におばあさんが歩いてて、あのおばあさんどこ行ったんだろうって、曲がる角もないのに、あのおばあさんどこ行ったんだろうねって言ったら、うちの母親もねって、さっき行ったのにねって言ったら、父親がそんな人はいなかったっていうのはあった。怖ーい。私、え、お化けってさ、おじいちゃんもお化け、おじいちゃん見えたらお化け、死んだおじいちゃん、死んだおじいちゃんお化け。私聞いた話によったら、あのあーちゃんが会ったこともないひいおじいちゃんを、なんかひいおばあちゃんちに、あのひいおばあちゃんと遊ぶ約束して集合した時に、ひいおばちゃん家の玄関のところに、お、そこにひいおじいちゃんが座っとるって言ったよ。見たこともないのにね、あーちゃんは。誰も座ってないの。赤ちゃんって子供は見えるって言うやん。うん。でもなんかひいおばちゃん喜んどった、それ。らしいよ。あ、今もう家に、から離れずおってくれとるんや、的なこと言って。うん、でも、赤ちゃんとかちっちゃい子はさ、仏壇の前見てさ、仏壇の前にじい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 言ってる子
子とかいるよね、たまに。え、それ写真じゃない？うん、写真じゃないとか。まあ、じい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 。そうだ。それはお化け。それはお化けでしょ。怖い目にはあったことないですね。金縛りもあったことがないけ。でも座敷わらしは、あ、見たことないよ。いや、自分そうや、座敷わらし。いや、自分はそうじゃないってさ、コスプレだってそれ。あ、オフショットでさ、写真集の。いや、あれは。でもあれめっちゃ出したい。オフショットが一個ある。変態座敷わらし。妖怪座敷わらしみたいに言っちゃった。妖怪座敷わらしみたいに言っちゃった。いや、もう本当にあの前ごちゃでやった座敷わらしを思い出すような写真が一枚あるのよ。確かに。今度あれに載せよう、ファンクラブで載せよう。うん、コカは座敷わらし、座敷わらしじゃないんよ、マジで。まあ楽しみにしててください。こんばんは。改札で待っててください。待ち合わせみたいな。うん。いいじゃん。いいね。改札で待っててください。写真集もあれよね。我々にしてみる。あれあのランキングみたいなのっていつ出るんだっけ？オリコン？オリコン、オリコン。あれ何曜日に出るんだっけ？わかんない、写真集の。楽しみやもんね、今週。そうよ。まだ、え？だって今日日曜日？今週の火曜日発売？なんと、初週売り上げが、とうとう発表される日が来るんです。あさってし、あさってぐらいじゃない？うん。どこからカウントするんじゃろ？楽しみ。水曜日だって。CD は水曜日だって。あ、写真集も水曜日じゃない。あ、そうな。多分。お。発売前日？発売前2月25日付で1300冊。へえ。発売前、お渡し会？お渡し会か。だって発売前でお渡し会でそこしかゲットできんじゃん。そう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 。25日の計算だったら。そうだね。ってことは、プラス1300した数が大体売れてる。でもオリコンはさ、入ってないのもあるじゃん。ショールームとか多分入ってないからさ。どれくらい売れるんだろう。なんか、出版社さんにご迷惑じゃない数は売りたいよね。うん。もうなんとかのから飛び降りる気持ちで、なんとか清水でしょ、私に清水寺から飛び落ちる気持ちで私にオファーをくださったので、CD みたいにデイリーではなかなかないって。確かに1300ってすごいんかね、どうなんだろうね、分からん。目指せ重版、頑張ります。はい、ランキングもドキドキですが楽しみに。ではお風呂に入ります。ランキングもね、ランキング13位、わらら。12位、筋肉愛好家。11位、ふとし。10位、つか。9位、サージカル。8位、バオバブ。7位、タイムファイヤー。6位、スバル。5位、アユム。4位、マキマキ。3位、ライトニング。2位、コニョ。そして1位は、一番大好きなココア、ヘータ、ココアへ。タワーどうぞ、コーラありがとうございます。ひな祭りタワーありがとう、コーラありがとうございます。はい、では配信を終了します。
バイバイ皆さん、今日も一日ありがとうございました。おやすみなさい。